ブレスブルーまたはブルードブレスはフランスのブレス地方で生産される白カビチーズの特徴も持つブルーチーズ。ブレスブルーは商標として登録されたものでチーズの名称としてはブルードブレスである。外見は白いカビを帯びており白カビチーズのように見えるがカットすると内部には黒っぽい青カビが散っていることが確認できる。 そのまま少し置いておくと食べ頃になり、青カビも青みを帯びてくる。味わいはゴルゴンゾーラに似ており、青カビの辛みもあるが、マイルドで食べやすいと評価される。軽めの赤ワインと共に食したり、野菜と合わせても良い。起源は第二次世界大戦中であるという。イタリアからゴルゴンゾーラの輸入が止まったため、ブレス地方のフランス人が自分たちで作ろうということになり、 在住のイタリア人に製法を聞き試行錯誤して作成したのが始まり。工場製のこのチーズが発生したのは1952年であるが、この時にサイズは現行の小さいサイズに改められた。商標としてのブレスブルーは1956年創業のユーロネクスト上場企業であるサバンシア・フロマージュデイリー社が製造している。 文献及びで示されるサイズと重量は3種類あり、それぞれ可表の通り。ただし、下記以外の重量を持つ製品も確認できる。によれば 250g のもの、本稿冒頭の画像によれば 150g のものが存在する。サイズはセンチメートル、重量はグラム。ありがとうございます。